とね、視聴者コメントの中に、はい、私つか知ってますっていう人が何人も出てきてる。映ってます、映ってます、映ってるじゃん、映ってます。あ、もう映ってるやん、映ってます。ここですよ、あ、思い出したな、この奥、あれこれもう一個奥やったけど、この辺やったと思うんだな、あれ、どっちやったかな、そっち、そっちどうも、おはようございます。おはようございます。またしても阪急茨城市周辺でございますリベンジ、うん、リベンジ、もうさっき言っちゃったよ。え、言ってしまいました。あ、なんとね、視聴者コメントの中に、はい、私、つか知ってますっていう人が何人も出てきてですね。あ、すごい、場所まで指定してくださったんですよ。あ、で、思えば多分ね、ブロック塀とマンションの間に隙間に確かにあって、はい、そこ、ダイエの駐輪場らへんとかやったなって思い出したんですよ、僕も子供ながらに。はい、ですので今日はそこ行って、はい、でその後ですね、また視聴者さんから来た、なんと喫茶店行くんですけど、喫茶店今もやってるんですけどね、うん、そこはその視聴者さんがなんと大学時代かなにアルバイトしてた、あ、実際に働いてた、懐かしいって、まかないが激うまでしたって、まかないは食えねえって話になってそうです、ね、あ、でもご親切で教えてくれたから、いや、まあ、速攻行きますわって話になって速攻でございます。はいはい、あ、ちょうどね、ちょうど君もあの辺でバイトしてた、大学生時代、ね、してました。だからまあ素晴らしい女子さんが来てくださったアシスタントさんがねこれでちょっと、はい、あの旧中津町をもう一回盛り上げてやるという、まあ、僕ちなみに中津町に住んでましたか、高校生まで。私もそうです、大学の時、そう、うん、あれ中津町で行かんの、中津町です、はい、そうです、ね、だギリギリやね、あの隣が船木町になるね。あ、そうなんですね、って、いやいやいや、もう中津町オンリーで、ね、まあまあまあいいけども、はい、まあ、中津町素敵な街、中津町をね、はい、もう一度チャレンジしてみたいと思います、はい、もうちょっと前撮ってもらったら分かるんですけど、はい、もうわざわざこの方から来てんのもですね、今日はちょっと商店街を通って車を置いて、うん、でそこから歩いて、まあ、塚へ行こうかな、塚、はい、なのか、なんか表なのか、なんかちょっと忘れましたけどね、はい、うん、そこを見れたらまず見ようかな、うん、まあ、そういう流れでございます。なるほど、まだまだ続きそうですけど、そう、まあまあ昔はね、ここはね踏切だったんですよね。え、はい、そうなんですか。踏切で、電車阪急茨城市駅行こうと思って地下を潜って上がるっていうね、あ、アンダーパス的な、あ、言い方がかっこよすぎんな、かっこいいですね、まあ、ほぼね学生走ってました。なんでかって、あの地下潜って上がってるで電車行っちゃうんですギリギリまで寝てるから、無念みたいなね非常に無念なんですけども、僕もよく食事ね、一本二本電車を遅らしてねはい、まあ、まあ学校には間に合ったんですけども、高校時代とかは懐かしい思い出ですね、はい、こうバラックみたいなね、はい、とこに駐輪場があってね、う、まあ、もうどうしても急いでそこに駐輪場にお金払って入れない、持って帰るじゃないですか自転車、はい、そうでないとなんかね、ちょっと変なとこ置いたりしてねお小遣いを稼ぐと、はい、まあ、そんなこともございましたけど、これがここちょうど踏切があった場所がここですね。こう今ねすっかり高架なので、そうですね、でこのロサビアのそのオープン日は、はい、あの有名な細川文江さんがね、来て歌を歌いに、歌手でした、歌手もやってたんですよね、あ、ちょっとかなりあのどっかで調べてもらったらかなり恥ずかしい歌なんですけどね、こうニャンニャン的な歌をフーミンが歌いに来はって、はい、そうなんですよ。でその時にあの千里のセルシーですね、千里中央の方は内田有紀さんが来たんですよ。へえ、なんかうおーって感じですね、当時のアイドルが。いや、内田さんもそれはもう飛び上がる時ですから、はい、まあね、可愛らしい人が出てきたぞ言ってね、我々男子校だったんで盛り上がったんですけど、まあ、なぜかねラグビー部は、はい、細川文雄を選択して、細川文雄さんバンザー言うてね、どっち行くかっていや、これはね男子校の差がですね細川文雄さん行ってしまうのはね、うん、内田有紀さんほどの人と、はい、ほど比較することじゃないですけど、はい、まあまあなんかスタイルが違うっていう なんか生き方が違うっていうね、まあ、ここそこで、ね、右でねやってたんですよ。あ、あの広場みたいなところですかね。で、はい、でこれからね正面取ってもらったら、はい、いよいよ商店街ですね。はい、もうまっすぐ取っといてください、ね。はい。今日撮影者いじるっつったら忘れてるでしょ。あ、いやもういいですけど、いいですか、もうまだ後でにしますよ。すっかり忘れてた。鼻ってもうたよね。が言ってました。でこの右の瑞穂銀行の建物は変わってないですね。そうですね。左手ですね、はい、これ建物は変わってないけど中がね、Y モバイルになったり、あ、昔は福徳銀行とかもあったんですけど、ね、ここちょうどあのカメラ屋さんがあったような気がします。
ございます。これが二宮むつ園ですね、昔のね。今は恵比寿マーケット、はい、で左手が、駐車場のところが上信、はい、上信ですね。でこの右側見てほしいんですけど、このジャンボ総本店か、はい、でこちらが元は宮古そば、そうです。でこの次ですね、あ、僕らの大好きな珍味が上で、下がマクドナルドやったんですけど、両方なくなってしまいました、はい、コロナ後ですね。でもミスタードーナツ残ってて、その隣が残念ね、あの喫茶乳酸なくなってしまいました。ありましたね、街並みが ね。で右が元小島ですね、今現在マンション建設中、はい、はいはい、そうしましたらね、この中尾駐車場ですね、懐かしい、ずっとありますね、これずっとありますね、というわけなんですよ。さあ、今のうちに車いじってもらいましょうか。はい、車の調子いかがですか、最近、この。いや、もう、車の調子いじんの。調子もそうですけど。いやいや、これ、視聴者さん、埼玉の人は譲ってくださった車。はい、今日はね。そうそうそう、はい、あの、マーク2がね、あっという間に持ってかれたって、車に困ってたら、ね、これ乗りや、言うてくれはったわけですよ。はい。ね、まあ、来月車検ですけども、はいはい、でそういういじり方してるよね気に入ってるよっていう、ね、はい、大事に使うよって、はい、日常の移動にね、活躍されてるって。そうなんですよ、うん、ことですね。しかもね、はい、しかもね、マニュアル車なんでありがたいですよね、はい、ね、ま、自家用はマニュアル車っていう。そうです ね。じゃあこれがあの、はい、撮影者としてね、しばらく頑張ってくれると。はい、ね、なんか丸みも可愛いんですよね。アルファロメオ156と言いますね、はい、まあ、ちょっとね、もう仕事仕様にしてますけどね、はい、もうね、でもね、明かり綺麗ですよね、この、うん、そっち、いや、もう、うん、そっち、こうカメラとかで置きっぱなしたんだけどね、そっちそっち、うん、いや、それはまたまだそういういじり方を期待したわけじゃないんですけどね視聴者の皆さん、難しいですね、あの意思疎通ってコミュニケーションね、はい、あ、目と目で通じ合うね、かすかに色っぽい、これ工藤静香ですね。あ、そっか、はい、木村拓哉さんの奥様はですね、ですね、知ってる？知ってます。じゃあおにゃんこくるクラブ、おにゃんこくるくるって間違えました ね、 おにゃんこクラブ、後ろ髪引かれたいやったかな、でした、工藤静香さんはね、はい、そうなんですよ。だ、僕の中学校1年生で工藤静香さんが嵐の素顔っていう、当時カセットテープを出してきて、で、はい、カセットテープ、まあバカ売れしたんですよ、はい、で、まあ大人の階段を上がるときが中1、中2じゃないですか。だから中山美穂さんとか工藤静香さんが南野陽子さん世代なんですよ、僕って、はいはい、大人が、はい、うん、でそうすると、まあまあちゃんとジャンル分けされて、光源氏さん出てきた頃やったし、女の子やったら光源氏、うん、でまあ結局中2であのユニコーンとブームにハマるっていうね中学生あるわ、ね、で中3からもう完全に洋楽行ってね、イングエマルムスティーンとかね、ハロウィーンとかね、ガンマレイとか、そっちに全く、あ、もちろんあれですよ、ビートルズね、ビートルズね、ビートルズも絶対、はい、あ、クイーンとかね、とかね、あ、まあそういう洋楽にハマっていくんですけど、中1だけは純粋にね、工藤静香さんの歌は結構、あとマッキー、槙原紀之さん、はい、うん、話が長だったね、行きましょうか、いいね、はい、行きましょう、行きます、全然黒味ってへんまあまだね、こう いじってね、はい、ちゃんといじってね、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう、はい、映ってます、あ、もう映ってるやん、映ってます、あ、映ってるやん、じゃあ行きましょう、はい、じゃあさっき車撮ってください、はい、車、あら素敵、あら素敵、色も素敵、形も可愛いし、はい、え、なんで笑ってます、おもろないですか、なんで本当にね、YouTube やって面白いよ、こうやっていいよって言ってくださる方がいてね、はい、はい、いや、もちろん最初あげるよって、それはあかんよってね、うん、車取り行った時はね、はい、あの、なんていうか、折り詰めと、なんていうんですか、こう、封に閉じてね、はい、あの、診察へ渡したんですけど、まあいい人でね、はい、立って最初いらんいらんいらん言ってね、はい、まあ、ちょっとね、オイル漏れたりするからもうええから、はい、いや、もうそれは大事に直させてもらいます、うん、すごいね、大事なこう資料にしてくれて、はい、そろそろタイヤはもうひび割れ線交換してくださいと、はいはい、まあ、こんな症状出てましたよとか、で一通り僕も直したんですよ、内装剥がれあるよとか、はい、まあ後で取ってもらってもいいんですけど、はい、うん、まあ、それは置いといて、もう時間切れなんで、はい、今から前取ってもらって、はい、中津ですね、はい、目の前が本当は小島だったんですね、はい、で小島の前は大英の駐車場でした。で中津小学校区の人はここで夏休みは6時半とか7時に、はい、車、はい、あのラジオ体操、あ、へえ、その広場だったんですね、そうなんですよ、こちらですね、はい、ね、
まあ、不動産賃貸といいますか、エストさんもそうですね、はい、僕もよく、うん、僕もしょっちゅう使ってますけど、しょっちゅう、はい、そうです世話になります。あで、あの上撮ってほしいんですけど、エストさんの上が、はい、ファミコンランドっていう、コインをメダルを買って、はい、15分できるんですよ、100円。それはそんなかったですね。あったんですよ、素敵なマダムがやっておられるね、はい、あのファミコン屋さんですね。カセットを借りたり打ったりもできるんですけど、はい、まあ、ゲームもできる。で僕バカやったから、あのセーブできへんやと思って気づくのに随分ね、お金を使ってしまう途中で終わるやないかってね。で持ち込みもできるんです、はい、でここですね、思い出したんです、この奥、あれ、もう一個奥やったっけ、この辺やったと思うねんな。あれどっちだったかな、ちょっと行ってみましょうか。そっち、はい、あ、もうだよ、ここ行けな感じじゃないですか。行き止まり？ここです。スカじゃなかった。スカじゃなかった。へえ。お墓でしたね。お墓です、皆さん。へえ。壁伝いやったら、多分この下がどこどこやったんですね。ああ。あそこじゃなかったよね。なかったですか。ここの、ここ、こっちはもうマンションですかね。いや、あそこの記憶、あれだけ変わってなかったもん、ね。あそこ、今は、もう扉みたいなのも。いや、なかったよ。でデーンと。じゃあ次、こっちちょっと。こっちもでも、どうなんでしょうね。ここ、駐輪場になりそう。あ、一応行ってみましょう。はい、友達に開けてもらおうか、ここ。駐輪場っぽいですよね。だけどないよね。ないです。じゃあ先のところ間違いないです、ね、皆さんあんな感じでございました。はい、あのちょっとね、あのお墓だったんじゃ、塚じゃなくて、はい、やっぱりそれはちょっとしっかり手合わせてこようか、ね、僕だけちょっと見てきますよ。はい、そこだってない感じですもんね。もう一回ね、いやいや、ここやったって間違いないよ。でここがね、多分ね、道路側やったと思う、このルート。あ、じゃあそれを埋めて、なんか通れる感じになって。そうそうそう、多分、いや、分からへんけどね、正しくは思い出せへんけど、はい、あ、じゃあみんなの記憶がここで合ってるか。合ってます、合ってます。ちょっとここで待ってもらって。はい、わかりました。はい、歴史自身である僕もちょっとよく分からなかったんですけど、はい、見て大丈夫だ、お墓やけど、武田さなみの、え、誰、なんか、ちょっと待ってね、武田検索出てくるかな。あ、出てこない。歴史の人じゃない。歴史が。あ、ここ後ろ見てもらって。失礼します。うん、安永さん、いや、これはちょっと古い。めちゃくちゃ古い。安永って何。武田氏の一家なんですね。で、正勝さんのお母さんの娘。はい。ちょっとよくわからない。この辺ですね。あの道場さんなのか、まあ、街道の上のっていう意味なのかちょっとわかんないんですけど、流れ的にはちゃんとあのご葬儀をなさって、うん、まあ、ここにお墓を設けましたっていうようなことがこう通信で書かれていると、はい、うん、で、吉部さん の, あの、ま、孫上のさが建立しているっていう、はい、そこずっとお墓だったね。じゃあそう、一族の方のってことですかね、うん、でこれとかも落っこちてしまってね、はい、
けど、孫よりなんかないの。ありがとうございます。はい。あ、けど、つかしなくてお墓でしたね。ああ、なるほど。あ、以上となります。はい。はい。でもちゃんとこうやって、ね、守ってはるから。そうですね。大事にね、守っていらっしゃるんですね。どうやったんや。あの頃は、はい、壁とかも何もなくて、はい、入れましたけど、入れるとかああいう空間になってなかったんですけどね。めっちゃいいじゃん。ちょっと待って。はい。ということでございます。まあまあ、あの、慎んでご挨拶だけさせていただきます。はい。はい、皆さん、これで謎が1個解けましたでしょうか。じゃあ次行きましょうか。はい。次はね、視聴者コメントやってみたシリーズになります。あの、はい、喫茶店ご紹介ね、もう早速、はい、したいと思います。はい、まあ、これ前とかも撮ってもらって、もう見慣れた街ですよね。前正面が阪急茨城市駅ですね、はい、でこれ左折して、今のイオン当時のジャスコですね。昭和時代のジャスコ、はい、今イオン新茨城店、はい、いいですね。